まあ、他にも今レジェンド、タイガースのレジェンドの方が、タイガースじゃないんですけど、僕忘れられへんの皆川睦夫さん、南海ホークスの、はい、大投手ですよね、最後の30勝投手、はい、もうそれ以降ないんですけれども、はい、もう名球界の大投手で、うん、タイガースでもねコーチもされましたけど、そうでしたね、はい、この方と一緒に やる時にはものすごく誠実な人なんです皆川さんって、うん、山形出身で、山形から南海ホークスに入ってきてね、はい、で野村さんと同期なんです、はいはいはい、入ってきたのがね、はい、同い年でね、はい、野村さんって京都の峰山高校でしょ、はいはい、で中本の寮でも同じ部屋やったんですね、はい、ルーキーイヤーの時に。そうすると山形弁をすごくからかわれ野村さんまあ言うたって関西の人やから ねで大阪の南海ホークスやから、まあすんなり入り込めるけども、はい、ね、もう山形の田舎から僕は出てきて、それで山形弁だし、ね、もういつもからかわれるんですよとか言ってね、だんだん喋るのが億劫になってきてねとか言ってね、うん、口数少なくなりましたよとか言ってね、だけど野村さんのに対してはあの飲むわね言っても、どんなに遅くなってよ、南へよく飲みに行ったそうですけども、どんだけ遅くまで飲んでも帰ってきたら絶対バッと振ってましたねって、それだけは欠かさずにバッと振って寝てましたねって、僕はすごく迷惑やったですけども夜中に起こされてね。でね、皆川さんと僕一緒にやらせてもらったら、はい、家が割と近いんです、皆、はい、川さんと、はい、だから僕が必ず甲子園からタクシーで送り届けるという役目を、ああ、じゃあ一緒に乗って皆川さんは僕が送り届けるという、はい、一緒に帰るわけですね。そしたら、はい、家の近所まで行くんですけれども、はい、幹線道路で絶対降りはるんです、はい、ちょっとその幹線道路からこう入っていってね、家の前まで乗らない、乗らない、家の前まで絶対送らせないんですよ。で一回だけね、あの帰る途中で雨が降ってきて、うん、かなり強い雨だったんで、はい、これはあかんということでね、はいはい、もうそこまでしゃあないから、うん、行かしてもらったんです、行きます言うて、はい、でまあ豪邸があります、うん、帰らはったんやけど、それ以外の時は絶対に幹線道路、いやいやもうそんな 遠回りさせたらいけませんので、ここで僕はおりますから、歩いて歩けばすぐですからとか言って、絶対そうなんですよ。運転手さんを気遣ってるわけですか。もうそうそうそう、運転手さんも僕もそうだし、もう遠回りさせるから言うて、もうここで降りて歩けばすぐだからって、絶対そう。で帰りのタクシーの中はね、必ずその日の反省会ですわ。今日の放送で僕はあそこが気になったんですけどね、あれちょっと言い過ぎましたかねとかね、ご自身のことを、自分のことをで僕に聞くんですよ。いやいやもうそんな素晴らしかったと思いますよって生意気に何の問題もないと思いますよどんな問題なんですかとか言ってね、ずっと反省したの、あれちょっと気になってねとか言って、言ってくださいよ、直しますからね、もう絶対言ってくださいよって、迷宮界の大投手ですよ野村さんと同期の、ね、すごいでしょ。ここでね、あの幹線道路で降りはるでしょ、降りはったら僕もあの中まだありがとうございました、はい、失礼します、言うて再敬礼してバタンと閉まるでしょ、はい、でブーッと行ってしばらくずっと立ったはんねん立ったはんねん、もう行ってくださいよ、ずっと、ね、立ってしばらく行って小さくなるまで行って、それまであの皆川さん服あったはんねん、びっくりするでしょ、そんなあの重鎮がですよ、もうこんな人を僕は初めて、なかなかいないですね、そうですか、大尊敬ですよ、うん、今もうレジェンドも今いっぱいうちでやってもらってますが、掛布正幸、岡田明信というこのレジェンドも我々、あ、そうですね、掛布さんはやっぱり僕は特別な存在ですね、なんでか言うと同い年ですから、ね、うん、はい、だから彼が甲子園に出てる時から僕らも同じ高校生ですから、そこから見てるし、はい、でもテスト生当然で阪神タイガースに入ってきてるわけですから、その辺のいきさつももうずっとこう聞いてるし、で掛布さんが4年目ぐらいの時にはもうすでに若虎掛布の大スターですわ、です、ね、でこっちはまだ大学生ですね、親のすねかじってる、はい、同じ年でこうまで違うんかなって、もいろんなことを考えさせられたね。でうちの近所でね、あのお寿司屋さんで、島野さん、亡くなった島野コーチ、はいはいはい、いたかったでしょ、島野さんの、ね、うん、はい、
星野さんのね相棒の島野さんの親戚が寿司屋さんやってはったんです、はい、家のすぐ近くで、はい、でだから島野さんと当時いた榊原さんとそれで日の出の勢いの掛布正幸と3人今度呼ぶからな言うて、はい、うん、で遊びにおいで言うて何人か親しい人だけ声かけて、はい、そのお寿司屋さんで、はい、あの飲み食いして、はい、というようなことがあったんですよ。それが僕はまだ学生の時で、ね、学生の時に、うん、はい、片やもう若虎もうスター掛布ですわ、はいはい、目の前でその時会うてね、はい、はあ、これは掛布か、これが掛布かと思ってね俺となんでこんな違うんやろうなと思ってねさっきの話ですけれどもね、うん、というのはありましたね。一緒にやったのが何回かもうあるわけですよね。あります、はい、まあ、そういう意味ではちょっと思い入れもあってね、やらせても掛布さんはもう能弁ですからね。そうですよね、うん、はい、ある意味どうでしょうか、若いアナウンサーをすごく育てていただけるというようなタイプかもしれません ね、はい、絶対、話を膨らませてくれますからね。そうですね、いい解説者というのは僕はあのその岡田さんたちの大先輩から学んだんですけれども、うん、やっぱりいい解説者がいいアナウンサーを若いアナウンサーを育てるんだよっていうふうにね、はいはい、おっしゃってましたけれどもね、はい、うまくアナウンサーの方をリードして持っていってくれるところもあるんだよみたいなね話をしてましたけどね、そういう中継を私たちずっとやってるんですけども、うん、しかしテレビですからなんといっても映像ですよね、うん、はい、映像が主役だと思うんですけども、はい、うん、谷本さんやっぱりその映像の中で実況する、うん、アナウンスする、はい、どういうことを気をつけてますか。まあ、音声の方には申し訳ないんですけれども、やっぱりテレビですから、この映像のインパクトというのはもう絶大なもんですよね、はいはい、もうどんなに美辞麗句を並べて説明したってもいい映像一つあれば、はい、もうその方がはるかに分かる世界なんですよね、うん、はい、だからこの映像を絶対に邪魔しないようにというのがまず第一なんですよ。僕はもうそれもやっぱり大先輩からちらっと学んだことなんですけれどもね、はい、要するに余計なことを喋るなと。アナウンサーの、まあ、習性としては黙るのが怖いんですよね。黙れられないですね。黙ってると、 なんか喋らないかんというふうにこれ絶対思うわけですよね。そんな時に喋ったらろくなこと絶対言ってないですよね。つまらんことばっかり、どうでもええことばっかり言ってるというね見たらわかるという、見たらわかる、そう、その通り、見たらわかることを喋るなと。テレビ実況はですよ、じゃあダグアウト撮ってます、はいはい、監督、はい、矢野監督を取ってますという、はいはい、でまあ、カーン打った、うん、点が入った、矢野ガッツしてる、はい、矢野監督、矢野ガッツですって、うん、見たら分かるやないか、ね、分かるやろ言って、僕も分かりますというね、そういうのがやっぱり僕はあんまり良くないなというふうに思う、言いたいですけれどもね、どうしてもね。じゃあその逆のパターンでも、その逆のペースで相手に点取られて苦虫噛みつぶして監督がこないしてるという、いや、あの監督苦虫噛みつぶしてますああ見たらわかる、見たらわかるやろっていう、じゃあそこまでに至るのは、じゃあ例えば試合前に取材をしてきて、今日はこういうケースになった時が、このピッチャーこうなった時一番心配なんですよねというような話があったとしたら、はい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 、そのケースになってしまった、そこで点を取られてしまったと、そういう話をこの苦虫をかびつぶしているところでできたらいいわけですね。ほぼいいわけですね、満点に近いんじゃないかなというふうに、そこで、でそこ、それができんかったら黙っとけよと、あ、結果的に黙ってる方がマシやというふうに、喋るより黙った方がいいと、黙った方がマシやと。それがただね、そこでね、喋り手としてはここは、見てくださいというふうに黙ったのか、なんか言いたいねんけども言葉がなくて黙ったのかというのはありますよね。そこの違いはあるけど結果は一緒やけどね。そこでここはどうぞ皆さん見てくださいって言ったら、これは素晴らしいなというふうに思いますけれどもね。できませんよ僕も。気持ちだけはあるんですよ、そういうふうにやろうという気持ちはあるんですけどね。なかなかこれは難しいと思いますよね。
まあ、テレビの映像、中継の映像というのは、うん、中継車の中にいるディレクターが指示をして、うん、絵を切り替えていくわけなんですけど、例えばこんなケースがありますよね、うん、ある選手がエラーをしたと、うん、はい、でエラーして、そのエラーによって点が入ったということがあります、うんうん、そうするとですね、それからしばらくしてワンアウト、ツーアウトになって、うん、またそのエラーした選手をパッと取ることがあります、はいはいはい、これが起点やぞという、はい、この時はやっぱりしゃべらなきゃいけないんですね、それ時。僕はね、申し訳ないけども僕はそれがちょっと好きじゃないんですよ。あのなんか攻めてるみたいな感じがしてね、お仕置きカットなんて言いますけどね、もうそれはもう1回だけでええんちゃうかなと思いつつね、うん、多分僕はそれ2回目取っても喋ってないと思います、喋ってないと思いますわ、はい、ディレクターとしてはここでこの人のエラーで始まったんですよと言ってほしい、言ってほしいんだけども僕は喋ってないと思いますわ、そのケースでは。なるほど、僕は好きじゃないんですよ、はい、それはあんまりね、うん、うん、例えばこんなこともありますよね、あるベンチ、あるタイガースの選手がバットボックスに立ってる、うん、そうすると相手方のベンチのある選手をパッと抜いた、うん、はいはいはい、この時はどうですか、何かの共通点があるから取ってるのは分かるんですけれども、 はい、それが明らかに分かればいいんですけれども、うん、例えば高校時代の同級生とか同期やとか、はい、いい対決をしたとかね、はいはい、なんか関係があるから取っとるんですけれども、はい、それが分からないときは多々あります、僕も。でそのカットを撮ってる時のディレクターっていうのはもうマニアックな変態ディレクターやっていうのは分かっとんですよ。記録のものすごい細かい記録の話だかもしれませんね。その変態ディレクターと、はい、まあ、岩佐アナウンサーなんかはめちゃくちゃ記録の宝庫なんでね、はい、その2人がやってる時にはゲームのようにやってますわね。これお前これ分かるかという感じでね、これ答えてみーみたいな、ただ岩佐がまたパッと答えるというね、はい、そこでこう面白い遊びをしてるみたいなね、あるんですけれどもね、はいはい、僕は変態ちゃうからついていかれへんですね。、まあ、あの変態ディレクターにはね、その時は分からんからもう黙ってくる、もうやめてくれそれ。もうそれええわ。結構アナウンサーいじめみたいなところありますね。もう映像を選ぶのはディレクターの特権ですからね。そうそうそう、パッと声出したという、基本的に作った映像に音声を載せるのが我々の仕事であって、はいはい、時々我々がバンバン喋り倒して、はい、それに後追いで絵を載せるという、これは絶対良くないですね。あ、うん、まず絵を作って我々がそこに言葉を載せるというのは絶対、はいはい、ルールだと思いますね、はい、絵の先行、うん、絵を先行させるんですね。往々にしてね、まあ、かつて大アナウンサーがやってはったから、うん、大アナウンサーがもうバーっとこういろんな喋りたいことを喋らはった時があるんですけれども、そうすると追っかけてその絵を一生懸命探すという、うん、あれはあんまり良くないなというふうに思う。絵の方に合わせていかなきゃいけない、ね、絵を作ってそれにアナウンサーが言葉を載せるというね、はいはい、でだから僕らも資料は、まあ、シーズン中は毎日つけますよ、うん、こんな無駄なことはないなと思いつつも、はい、人によってはいろいろ違いますけれどもね、細かい人もいますけれども、土門さんなんて毎日2時間ですよ、資料をつけるだけで1日2時間つける、細かい資料をつけて、どないすんねん言って、1日ちょっとサボったら次の日4時間かかるんですよ。なりますね、コツコツやったら、人によっては、まあ、量は違うんですけどね、僕はいろんな人を見てさじ加減で、まあ、それでも大体1時間ぐらいかかりますわ、シーズン中はね、1日、はい、これがまた邪魔くさいしね。で、資料ってやっぱり2割ぐらい使えたら OK やなと思います、うん、用意した資料、うん、8割はもう8割は捨てると、捨ててしまうんですね、うん、調べてきた資料のうちこういうケースが出たらこの資料とか、こういうケースが出たらこの資料というふうにこう用意するんですけれども、はいはい、その時にあ、やった、あれを使おうみたいなところでね、そうするとやっぱり2割から3割ぐらいしか使えませんよ。うん、でそれをね、調べたやつをね、もう全部こう喋ろうとするからね、うん、やっぱ場面にそぐわないじゃないですか。もう全部喋ってしまうな、もう喋らな損やみたいなね。やったらね、でも画面にそぐわないでしょ、やっぱりね、そういうのはね。パイムさんの場合はタブレットを、ね、用意してそこでやってます、ね、そうですね、数字的なものはパソコンで、はい、まあ、何打数何安打とか何イニング投げたらというのは僕は全部エクセルで、ね、なんと僕一番年寄りなのに使いこなしてる、一番初めてやったのが僕やったからね。それね、ね、こういうポストイット紙をですね、モニターのところにバーッと貼ってる人もいますよね。いましたね、ひまわりみたいなになっててね、この人、はい、紙がね、昔ね、はい、大先輩で、はい、
あの暗記カードってあるやないですか。こういう、こうちっちゃいやつね。単語を覚えるような。うん、はい、このはあのたまにしかパリーグでしか担当しないアナウンサー、はい、大アナウンサーだったんですけどね。はい、面白いですね。僕は初めてその人は、はい、あの質問を書いてあるんですよ。質問。質問を、はあ、このケースは。こう聞くとかね、はあはあはあ、それこれ全部書いてあるんですよ、はいはいはい、100枚ぐらい書いてある、はいはいはい、これ始まったらこうやって置かはるんですよね、トランプのように、トランプのようにね、はいはい、はあ、でも野球は生き物やからそれどうなんかなと僕生意気に思ってたんですよね、うんうんうん、ある時に突風がバーン吹いてねバーン飛んでいったんですよ、あれね僕隣でいいよ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 まだいっぱいあるからとか言っていっぱいあるからいいんですかいっぱいあるという問題がない気がしますけどもそうですか、いい肉やなと思いましたけどね、あんまりあの数はやってらっしゃらなかった大先輩やったんですけどね、まあそれぞれいろんなやり方がいろんなやり方がありましたけどね、